安心してください。たくさんいいこと待ってるよ。クッシュー。皆さんこんにちは、加藤です。今回はね、あのリッキーが MC カンさんと出した新曲、ピリオドがね、ふざけてる件についてお話ししたいなと思います。おいリッキーちょっと来いバカ野郎走って来いバカ野郎おいてめえ舐めてんじゃねえぞバカ野郎なんだよあの曲 お前ふざけてんのかバカ野郎はおい、リッキーめちゃめちゃいい曲じゃねえかバカ野郎お前。お前どうしたんだよとんでもない名曲作ってんねんかバカ野郎リッキー。なちょっと前によ、お前はバッドホップに負けてるとか言ったけどよ、どう考えても勝ってるぞお前。な ?MC カンさんとリッキーのコラボめちゃめちゃやべえよ。な もちろんあのよ最近バッドホップも頑張ってると俺は思うよだけどまだまだ全然足元にも及ばないよカンさんと MC カンさんとリッキーのお前の足元にも及ばねえよなそれぐらいすげえ曲ができたと思う今回なでさちょっとたまには真面目に喋らせてくれよな最近 YouTube や,やってるとやこうやってあの水泳帽かぶってるとかよ ダセネックレスつけてるとかよネタでやってることをさマジにされて困ってんだよなあ俺普段なんかバカ野郎とか言ってるけどさ俺広島県出身だからねバカ野郎とかふざけんじゃねえよとかこの野郎とか言わないんすよねあのネタでやってるんでねちょっと今回真面目に話させてくださいよでねあの今回ね MC カンさんと、えー、リッキーさんのね曲めちゃめちゃいいねやーばい であのー、僕も MC 菅さんと面識ないですしその逮捕された、ね、件に関して、まあ、今、いろいろ言われてるじゃないですかだけど詳しいことは何も知らないです、本当に何も知らないだけど、まあ、歌詞の中で裏切った人間について歌ってるんじゃないかなっていう部分っていうのかな人間の弱さだったり人間の醜さみたいなものを歌ってる箇所があってですねなかなか。あのー 何ていうのか考えさせられる、あのー、部分がありましたであとはお子さんについて、あのー、ラップしてる部分もあってですねで僕もあの一応父親なのであのすごい気持ちがわかるというか、まあ、気持ちがわかるって言ったら偉そうになっちゃいますけどもう親として、まあ、子供に対して思うことっていうのは、まあ、みんな似てるんじゃないかなっていうのはすごくありますであとはねやっぱり、あのー、リッキーさんとね あのコラボしてる分だけあって、まあ、サビの部分もすごくいいし曲としてのクオリティがめちゃくちゃ高いと思うしなんかあの2020年って、まあ、もちろんあのラッパーの逮捕とかね悪いニュースもたくさんあるんだけど音楽として日本のヒップホップっていう意味で言えばめちゃめちゃいいすごい曲が生まれてるんじゃないかなっていうクリエイティブ面も含めてあのすごいいい時代だなっていうふうに思いました。で あとね、リッキーさんについて、あ <laughs> あのね、つ、あ、い、のー、消しリッキーとかね、あ,のーまあ、あれ冗談で、ね、いじってたりするんですけど、割と真似受ける人がいるから、こうやってたまにはあのー、ネタでいじってるんだっていうことを、ね、あの言っておきたいなと思うんだけど、ななんていうのかなインスタとかさ、ツイッターとかでもその、まあ、冗談っていうのかな、リッキーさん、リッキー節っていうんですかね。リッキーさんの その言い回しと独特のね言葉のセンスとかで面白いこと言ってファンを楽しませてくれるじゃないですかであの「追消し俺にとって追消しは流れ星だ」みたいな <laughs> その <laughs> 言葉なんか言われたりだとかしてて本当にアメリカのラッパーっぽいんですよねそのジョークの感じっていうんですかねそのファンを楽しませるのにまあいろんなことやって,やって言ってくれてやってくれるって感じ。 でその一方でめちゃめちゃシリアスで今回出た「ピリオド」みたいな曲でめちゃめちゃシリアスなことを歌ったりだとかしててまあ、本当にラッパーっぽいアメリカのラッパーっぽいっていうんですかね本当にリッキーさんの魅力を感じましたこの本当に曲が出るまでの流れの中で面白いこともしながらすごいあの真剣な真面目な曲も出すとであの僕今あの現代アートのねアーティストアクティビストをやってて でまあ、一番僕がやりたいこと人生かけてやりたいことは、えー、知らない人もいるかもしれないですけど日本軍設立なんですよ要するに日本は何で戦争に負けてなん、ね、で今こんなことになってるのかとこ,これから日本はどうあるべきかっていうことを、まあ、テーマに日本国家をテーマにね芸術をやってるんですよだから村上隆のところに行ったんですね村上隆は、えー、同じことをね、あのー、芸術をテーマにしてやってたから結局 自分がやりたいことをやってる人がいたから僕は村上隆のところに行って一緒に働かせてもらってで今は自分のやりたいことをやるっていう感じでまああの大してうまくいかずにやってるわけですけどもまあその中であの薬物依存症ね薬物の問題についてはついても真剣にやってるんですよでその中で大麻合法化っていうのを思考用の大麻合法化っていうのもやってるわけですけども大きく言えば薬物批判罪化ね薬物依存症っていうのは えー、覚醒剤なんかねハードドラッグなんかはなかなかやめられないけれどもその依存症になってしまった人を逮捕すすること自体が一番問題なわけですよ、ね、そのなんて言ったらいいのかなもちろん覚醒剤によるあの害はだったりハードドラッグによる害はあると思いますけど一番必要なのはそういった人たちに対する偏見をなくすことだったり逮捕によって。 いろんなななことができなくなる家族だったり仕事だったりいろんなことに迷惑をかけてしまうっていうことをできるだけ減らすっていうことが重要だと思うんですよ治療,治療を受けてもらってで,できるだけ早く日常生活に戻ってもらうだったりそのできる範囲で日常生活を送ってもらうみたいなことを日本もやらないといけないハームリダクションっていうんですかね、あのー、あんまりよく知らない人はぜひ調べてほしいんですけど薬物批判罪かとか薬物、えー、ハームリダクションとか、まあ、そういったことをまあ も自分は活動の中でやってますで、まあ、今回、あのーまあ、カンさんも、まあ、覚醒剤で、えー、確か逮捕されてたと思うんですけどそのせいでね、あのー、音楽活動ができなくなってで、あのー、フリースタイルダンジョンみたいな番組がなくなったみたいな批判もあるじゃないですか、ね、そういうそういうことをする人たちがいるから、あのー、ダメなんだみたいな。 ヒップホップはもっとクリーンにしなきゃいけないみたいなことを言う人いると思うんですけど本当に俺、間違ってると思っててやっぱり世の中ってその別にヒップホップがあろうとなかろうとそういういつつかまるかわかんないみたいなラインで生活してる人たちだったり例えば、世の中の貧困だったり格差だったりね、差別だったりほったらかしてで困ってる人たちがそう,そういう場所に自然と流れていってしまうみたいなこともたくさんあるわけじゃないですか。 そういうのをほっといてなんかクリーンな音楽クリーンなカルチャーみたいなこと言って日本人見ると本当にねあの殺したくなるぐらい腹立つんですよだから、本当にこのリッキーさんとかカンさんみたいなそのアメリカ基準でのヒップホップアメリカでいうヒップホップを日本でやってる人たちっていうのは本当にかっこいいと思うし応援したいというか本当に社会のためになってるんだってことを思ってます。なのであのであ 例えば警察官、今回、あのー、PV の中でもね警視庁に向かってあれ、警視庁だよね、仲よく立てたりしてたと思いますけど、気持ちはわからんでもないですよね、悪い警官もいるし、あのー、例えば薬物依存症とかね、ドラッグの問題で言えば、なんで捕まえなきゃいけないんだっていうことね、対話でしてもそうですよ、なんで捕まえなきゃいけないんだっていうこともそうだけど、あのー、そういう人たちの気持ちもわかるし、間違ってない部分もあると思うんだけど、結局、やっぱり、 法律を変えていいかないと、ね、警察っていうのはあくまで法のもとで動いてるだけだからあのけ警察はそのなんていうのかなあくまで法のもとで動いてるだけだからその文句を言うにしてもやっぱり法改正の方向にあのしていかないといけないっていう部分だったりまあ活動家としてその意見の相違だったり細かい部分であったりはするんだけどでもやっぱり。 あ,あやって警察官に向かって堂々と長生出したりふざけんじゃねえみたいなことを言える人たちっていうのはやっぱり社会にとって必要というかこういう意見もあっていいんだっていうことはそんなんていうのはすごく強く思うんですよなので素晴らしいなとあの思いましたマジででリッキーさんもねカンさんも裁判まだ終わってないのかなどうなのかちょっと詳しくないんですけど分かんないですけどあの執行猶予ついてほしいというかあの本当にね あの刑務所に連れて行かないでほしいなと思うんですよだってこれだけすごい曲を作る人たちですよ、ね、逮捕してあの檻にぶち込んだとしたらそのせいでどれだけの人たちが困るんだと、ね、こんなに才能がある人たちを捕まえておくっておかしいでしょ、ね、だからちょっとねあのなんていうのかなヒップホップうんぬんの前にやっぱりこの政治国の在り方刑法 みんなでちょっと難しいテーマなんだとは思うけどそういったことに興味を持った日本人が増えてほしいなって本当に思うんですよ。これはヒップホップの話じゃなくてねヒップホップをもとにちょっとそういう問題提起というか日本ってどうあるべきかとかねでなんでこんなにめちゃくちゃなことになってるんだろうとかもっと深くで細かくね政治っていうのはすごい難しいから細かく考えていける人が増えてくれたら嬉しいなと。 思いました、まあ、なんで、ちょっとね、あのー、何言ってんだ、バーカー野郎みたいな感じでね最後になっちゃったかもしれないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、すごいこういうチェーンつけて、なんかわけわかんない、ね、ふざけた演技とかしつつ、本当に僕がやりたいことは、真面目な議論だったり、あのー、憲法改正だったりね、あのーまあ、どういう憲法を作るかって話もそうだけど、新しい日本のあり方、ね、戦争に負けて、で今,この今の日本ですよ。 本当に今の日本が正しい姿なのかっていうことをあの現代アートの活動家として解いていきたい日本人に対して解いていきたいしおかしいと思ったことには文句も言っていきたいし、まあ、そういう流れの中でこういうネタ動画とかね、まあ、リッキーさんとか相手にやらせてもらってるんだっていうことをねちょっと言っておきたいなと思ったんでちょっと最後自分の話をさせてもらいましたとにかく、ね、あの素晴らしい曲であのバッドホップには勝ってると思いますなんでバッドホップ ね、バッドホップちゃんたち <laughs>、ね、リッキーさんがバッドホップちゃんって言ってましたけど、バッドホップちゃんもね、またなんかすごい、あのー、負けないような曲をね作ってくれたら嬉しいなと思います。本当ね、リッキーとバッドホップのメンバーたちの,そのアートの戦いっていうのかな、クリエイティブの戦いっていうのかな、ラッパーとしての戦いっていうのは、まあ、暴力とかじゃなくて、本当にクリエーションの世界であの盛り上がっていってほしいなと思いました。はい今回は以上ですクッシュ